OK。 やはりの尋問に入るということですね。まあまずはやはりの証言からですね、何を見たか、何が違ったか、何が食い違っていたと感じたのかってことですね。事件のあった12月24日の夜、あなたが見たことを全て証言してください。まあ任せてくれよ、頼むぞ。認めなくなりゃお前が最後のチャンスなんだ。カルマ検事はとりあえず静観と、カルマも証人を手なずける暇はなかった。ミスルギの言った通り、隙が生まれればいいんだけど。事件の夜目撃したこと、さあ来い。俺あの夜湖でボートに乗っていたんだよ。探し物があって、でそれが見つかってさ、ボートをこっそりボート屋に返したわけよ。で帰ろうかなって思った時にパーンって音が聞こえたんだ。俺が湖を見た時はボートには気がつかなかったぜ。その一発の音を聞いた後は何もなかったんで帰ったんだ。ほうほう、ちょっと待て、めちゃくちゃいろいろあるぞこれ。あるあるそうなんです。裁判長も思わはりましたよね。僕も思ったんです。すいません、先読みしてしまって。いろいろあんぞこれ。やはりだけ何が出てくるかわからなくてちょっと怖い。いや、いろいろありますね。ボートがなかったっていう証言もそうですし、銃声も一発だけ。探し物があって、でそれが見つかってさ、ボートをこっそりボート屋に返したわけよ。で帰ろうかと思った時にパーンって音が聞こえたんだ。何時ぐらいですか、その音はどこから。それがさ、わからなかったんだよな。辺りを見回したんだけど、湖の方も見ましたか。ああ見たぜ。わからなかった、つまりボート上というか湖上じゃない可能性があるのか。実際の殺害現場はそこじゃないってことか。俺が湖を見た時はボートには気がつかなかったんだけど、これはでかい証言ですよ。めちゃくちゃ。湖の上にはボートはなかったんですか。ざわついてるざわついてるざわついてる、これはでかいよ。そうなんですか証人。いやー、そんなに盛り上がられると困るな。霧が濃かったし、ボートがあったかどうかはっきりわかんねえや。おい、ちゃんと証言してくれや、大事なとこです。その一発の音を聞いた後は何もなかったんで帰ったんだ。まあ突きつけるならここやね。じゃあ結局パーンという音を一発聞いただけ。そうだよ。いや、かなり食い違う。こいつはそこそこ、言うたらそこそこ長く湖の上にいたはずやからね。いやー、非常に気持ち悪いっすね。どっちなんやろうね、お姉ちゃんさえ呼べれば。どっちなんやろうね、その要は御剣たちが、まあ御剣が帰った後なのか先なのかっていうところも問題なんですよね。でも御剣がピストルを持った、で、いやー、わけわからんなこれマジで。いや、まあ、とりあえず突きつけます。2発っていうので、とりあえずこれでいきます。ちょっと待てよ、やはり。なんだよお前、パーンという音一発しか聞いていないのか。そう言ったろ。でも昨日の証人の大騒ぎ夏美さんも、さっき証言したおじさんもパーンという音を2回聞いてるんだぞ。え？お前本当にちゃんと聞いてたのかよ。耳掃除ちゃんとしてるか。おい、なるほど。さっきからちょっと気になってたんだけどよ、俺証人だぜ証人。お客さんよ、いわば。そのカジュアルな口の聞き方やめろよな。申し訳ない。まあ、確かにそうです証人。なんだよ、本当に1回しか音を聞かなかったんですか。重要なとこよ、やはり。
実はさ、はっきりまたそれかよ、なんやねんお前マジで、はっきりしない、ミサイルかますぞお前ほんまに、ミサイルかめやこいつを。いや俺さ、もしかしたら一発聞き逃していたかも。何言ってんねん俺。そういえばよ、俺あれ聞いてたから。何を聞いててん、あれってラジオだよラジオ、ヘッドホンでさ。何でも銃声は一発は聞こえたんやろ。ブーイングはやめてください。でもこれで時間がはっきり分かるんじゃないか、ラジオのおかげで。あなたラジオ聞いてたんですか。なんだよその人を蔑んだような目は。悪いかよラジオ聞いちゃえよ。いやそれはいいのよ、そこじゃないのよ。時間の無駄だ、我が輩はこんなうさんくさい商人は認めぬ。ふむ、どうしますか。なるほど君、証言を続けてもらえますか。もちろんです、もちの論争です。これお願いします、証言を続けてください。ラジオの下りも含めて言ってください。生き際を知らぬ弁護士ほど惨めなものはないな。頼むぞ、ちゃんと言えマジで。時間が分かります、これで。後か先かが分かるってことでしょ、おそらく。おそらくですけど、クリスマスイブだってのに一人なんて寂しいじゃねえか。だからよ、リクエスト番組聞いてたわけ。それはもうガンガンの大容量でさ。でも銃声っぽい音を聞いたのは間違いないぜ。音が聞こえた瞬間の DJ の言葉もはっきり覚えてるよ。それを早く言え、ラジオしかも大音量で聞いていたんですか。何なんだよさっきから。いいじゃねえか、さ、そこじゃないね。分かってないな全然。分かってない分かってない、まあまあいいでしょう。裁判長、こんな証人の言葉が信用できるだろうか。大方西洋太鼓の音とでも聞き間違えたのだろう。西洋太鼓、ドラムのことかな。西洋太鼓ってそれドラムでええやろ別に。割と西洋っぽい服着てるけど自分。待ってください、証人は音がした瞬間の DJ の言葉を覚えていると言った。 DJ アナウンサー、お便りを読む人のことです。とにかく問題の音がした瞬間、音楽は鳴っていなかったのです。だから音が聞こえた可能性はあります。尋問させてもらいますよ。確かに、よし、危ない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 、よし行こう。クリスマスだったのに一人なんて寂しいじゃねえか。だからよ、リクエスト番組聞いてたわけ。銃声っぽい、まあここやな。なんて言ってた？弁護人、頼むから無駄な質問やめたまえ。どこが無駄やねん、どこが無駄やねんお前。こら、特に意味があるならば質問を許しますが、意味はある、意味はありますよ。そら遡ったら時間も分かりやすいですやんか。いやいやいや、言えや、分かるやん。それは聞いてみないと何とも。まあいいでしょう、証人証言してください。パーンという音を聞いたとき、ラジオのアナウンサーは何を。時報を言ったれ、時報を言ってろ。ほら来た、クリスマスはもう目の前ですねって言った瞬間に音がしたんだ。来た来た、証言と矛盾してる。よし先や、やっぱり先に一発撃たれてる。やはり、いや証人、今の証言間違いないか。なんだよ怖い顔して、後じゃなかった、先なんや。俺をビビらそうったってそうはいかねえぞ。どうしたんですか、なるほどくん。裁判長、こいつは今こう証言したんですよ。クリスマスはもう目の前ですねと DJ が言ったとき銃声を聞いた。そうですね、それがどうかしましたか。クリスマスは目の前、つまりまだクリスマスじゃなかったということはいいですか。こいつが銃声を聞いたときはまだクリスマスイブだったんです。そうなりますね。しかし夏美さんとさっきのおじさんははっきり証言している。銃声を聞いたのは午前0時を過ぎていたと。つまり夏美さんたちはクリスマスになってから銃声を聞いている。これは明らかに矛盾しています。
こら3発撃たれていたということとも合わさるよこれ。2人の証人は0時過ぎに銃声を聞いている。しかしこの証人は0時前に銃声を聞いたという。裁判長、簡単なことだ。その証言台の男が勘違いしたのだ。見るからにそそっかしそうな男ではないか。なんだとこの野郎。なるほど、君どうですか。やはり君が12時前に銃声を聞いたというのは、やはりは正しい、やはりは間違っていない。0時ちょっと前に彼は銃声を聞いたのです。どうだ、面白い。そこまで言うからにはもちろん証拠があるんだろうな。ついに使う時が来たか。0時より前に銃声が鳴ったという証拠だ。ついに使う時が来た、ついに来た。これや、バカ野郎、証拠はこれです。凶器ですか。ずっと気になっていたんです。そうなんです、私もずっと気になっていたんです。もちろん見ていた方も、この視聴者さんも全員ずっと気になっていたんです。昨日の証言では銃声は2発だった。しかし凶器のピストルは3発撃たれています。残りの1発はいつ撃たれたのか、今その答えが出ました。0時ちょっと前、やはりが聞いたのがその銃声だったのです。そう、それ静粛に静粛に、それでございます。確かにそう考えるとつじつま合います。意義あり、意義あり、うん、もっともらしいことを言いよって、確かにピストルは3発撃たれている。しかし発砲されたのが0時前だったという証拠は、そこの男の空耳ではなかったという証拠はあるのか。そうですね。さて、なるほど君、ここまで来てもう後に引くことはできません。私に提示してください。やはり君の主張する0時少し前に実際に銃声があったという証拠を。ちょっと待てよちょっと待て、銃声があったという証拠ですか。これや、これや、11時50分に自動撮影。これや、この写真を見てください。昨日の証人大崎夏美さんが例のカメラで撮影したものです。撮影時刻は12月24日の午後11時50分。来た来た。でもこの写真には湖の他に怪しいものは写ってませんよ。いいんです、いいんです、いいんですよ。何が写っているかこの際問題ではありません。銃声に反応して撮られたということです。問題なのはこの写真がなぜ存在するかです。どういうことでしょう。いいですか。この写真はあるカメラで自動撮影されました。破裂音に反応してシャッターを切るようにセットされたカメラで、そうです、午後11時50分にも破裂音が鳴ったのです。だからこの写真が存在する。つまりやはりの言った時刻に実際に銃声は鳴ったのです。間違いねえ、間違いねえ、ふむ、確かにそう考えると辻褄合いますね。しかしそうなると不思議なことになりますね。その通り、銃声は25分の間を空けて2回鳴ったことになる。11時50分と0時15分一体なぜだ。それはわからないですよ。さあ、わからないですよ、そんなことは。なぜかは、なぜかわからん。待てよ、25分の間が空いた銃声、え、なんか気づいた。どうしたの、どうしたの。なるほどくん、見えてきたぞ。殿様の事件覚えてるかい。はいはい、覚えてますけど、今回の犯人も同じような考え方をした。ほう、どういうこと。迷いちゃん、今答えを出さないと有罪判決を覆すのは無理だ。これから僕は思いつきで、思いつきかよ、思いつきでこの事件を解決してやる。ええー、そ
そもそも大丈夫なら有罪判決なんてもらわないよ。まあそりゃそうやけど、僕がなんか変なことを言ったら教えてくれ。わかった。裁判長、ただいまの証言で今回の事件の謎は全て解決しました。いきなり全て言うてもてるやん。どういうことですか弁護人、どういうことですか弁護人。貴様にもやっとわかったか、犯人は三菱零士以外にはありえないということが。そうではありません。もちろん犯人は他にいます。いいか若いの、もう一度落ち着いて状況を思い出してみろ。犯行時間、湖の上にはボートが一つ浮いているだけだった。それは証人の写真が示している。ボートには被告の三菱と被害者の生倉弁護士が乗っている。落ちた。ボートの上で銃声がして生倉弁護士が湖に落ちた。被害者が撃たれた距離は約1メートル。自殺ではありえない。どうだ、ボートの上に残ったもう一人の男が犯人に決まっているだろう。いやそうとは言えない、そうとは言えない。一発銃声が先にしてるんやから、その最初の一発で殺してた可能性が非常に高い。そして目撃させるためにわざと2発銃声をさせたということが怪しいんですよね。一発撃って誰かに見てもらうために一発撃った、ほんで見させたみたいな。でもそれは被害者が撃たれたのが0時15分だった場合の話です。ほらそうや、そう、実際に殺人があったのはこの通り、発砲の瞬間の写真もあるじゃないですか。この写真は0時15分に撮影されたものですよ。当たってるかどうかわからんからこれ。しかしそれより25分前にもやはりが銃声を聞いている。生倉弁護士はその時に殺害されたのです。そうそう、そう考えないと辻褄が合わない。そう考えるしかない。弁護士何を言っておる。じゃあこのボートの上の人影は一体誰なんだ。犯人、いや、三剣と生倉弁護士じゃないんやから、もう三剣と犯人、あ、そうや、そういうことですよ。だから、撃った方が犯人なんですよ。そう。撃って、ポイってピストル置いて、泳いで逃げたってことじゃないの。で、その犯行瞬間とかを写真に収めさせることによって、目撃させることによって、三剣を犯人に仕立て上げた。ただ三剣がボーっとしすぎなのがよくわからないんですけど、理由が。三剣と犯人、もちろん三剣と犯人ですよ。犯人は生倉弁護士を11時50分に殺害した後、生倉弁護士になりすまして三剣に会ったんです。なりすまして会ったのか、そっか、そっか、15年も経ってるから、そっか、そんなバカなことが分からへんねや。三剣はなぜ事件の夜湖に行ったのかは話してくれません。しかしおそらくあの夜三剣は生倉弁護士に呼び出されて湖に行ったのです。三剣は生倉弁護士の顔をよく知らなかった。だから犯人が入れ替わっていても分からなかったのです。そういうことね。なんということだ、バカな。なるほど君、一体あなたの言う犯人とは誰なんですか。犯人わかるかい。いやわかんないっすよ、犯人の名前。そんなのわかりませんよ。いやこの時点ではわかんないんすよ、捜査が及んでないからさ。貴様ふざけるな。ふざけてない、ふざけてない。だって名乗りませんでしたからね。そっちかー、そう、ジジイ。まさか唯一の目撃者を消そうとしてたってことか。犯人はボート小屋の管理人、あのおじさんですよ。とぼけてただけってことね。彼は11時50分生倉弁護士を殺害したんです。管理人のおじさんが一体どこで。その時間湖にボートはなかったんですよ。
誰かを撃つためにわざわざ湖の真ん中に出る必要はない。今回の本当の殺人現場はボートの上ではなかったのです。無理やり行った、無理やり行った。ではどこだったというのですか。本当の殺人現場を示そう、ボート小屋ですか。もちろんここです。彼が住んでいる管理小屋ですよ。誰にも見られず被害者と会うことができますからね。やり、何？そこが殺人現場だったという証拠はあるのか。さっきのやはりの証言を思い出してください。うん、やはりはあの夜ボートで探し物をしていました。それを見つけて彼はボートを返します。そして帰ろうとした時、銃声を聞いた。そうですね。さてこの時、彼はヘッドホンをしていました。でも銃声は聞いている。なるほど、なるほど。つまり銃声はやはりのすぐ近くで鳴ったことになります。それはどこか。ボートの管理小屋ですね。でもその銃声が大音量で音楽聞いてなかったって、なるほどが言ったような気がするんですけど、 DJ が喋ってた時やから聞こえたんやみたいなこと言ったんですけど、なるほど、無理やりすぎますね。結構聞こえてたのか聞こえにくかったのかどっちやねんっていう話なんですけど、まあまあまあいいですわ、まあいいですわ。あの夜ひょうたんこで一体何があったのか最初から説明してもらえませんか。よし行け。大丈夫なの？どうかな。まあ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 、最初から順序立てて考えていけばなんとかなるんじゃないかな。よっしゃ行こう。曲かっこいい。ボート屋の管理人は生倉弁護士を管理小屋に呼び出しました。はい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 、撃った。おはよう、おはよう。これが11時50分頃の出来事です。この時やはりが聞いた、この時に銃声を聞いた。はい、その後管理人は生倉弁護士のコートを着て彼になりすまします。はい、そしてな、三木とボートに乗り湖の中央へ出た。なるほどくん、ではボートの上でピストルを撃ったのは、ボート小屋の管理人。もちろんピストルを撃ったのは犯人の方です。おお、湖面に向かって撃ったわけね。三剣に当たらないように適当に2発撃ったのです。ちょっと待ってください。は、はい。当てるつもりがないならなぜ2発も撃ったんですか。確かにな。まあ目撃された痛めと思ったんですけど、ちょっとそれも違う。あ、そうや、だから自分が目撃したというためやですね。自分が犯行を、その目撃したことを自分で証言するためには2発撃つ必要があったんですよね、多分。違うかな。言っておくが、説明に詰まった時点で貴様の負けだぞ。なぜ犯人は2発撃たなければならなかったんだ。目撃者を作るため。それは目撃者を作るためだったと考えられます。これは言ってた通りかな。もちろんこれが自分なんですけど、犯人はまず一発ピストルを撃ちます。そうすればその音を聞いた人は必ず湖を見る。実際夏美さんも音がしたから湖の方を見ています。さて犯人は少し間を置いてから2発目を撃ちました。そして犯人は自分から湖に飛び込んだのです。ピストルはボートの上に残して。なるほど、なるほど。それを湖畔から見ていればもう片方の人物に撃たれたと思ってしまうでしょうね。犯人はカメラが設置されているなんて知りませんからね。わざと目立つように2発撃って誰かに見てもらおうとしたんです。なるほど。あとは簡単です。湖を泳いで戻った管理人のおじさんは生倉弁護士の死体に 元通りコートを着せて、その死体を湖に投げ込んだのです。これが今回の事件の真相です。ただ動機とかは全くはっきりしませんけどね。てん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 。法廷係官、今すぐ先ほどの証人を連れてきなさい。あのボート小屋の管理人です。早く。とりあえずあいつの化けの皮を剥がさなあかん。少なくともあのボケ取るのは芝居やったっていうことが分かったってことっすよね。ボケ取ったのは芝居やね。さ
さあ、ではあの管理人が来るまでの間、被告人三剣玲二に話を聞きたい。そうやね、ここや、三剣や。三剣が絶対隠してることがある。これはもう絶対に言わないといけない。三剣くん、弁護人の話は聞きましたね。うん、いかがですか。なぜあなたはあの晩、湖に行ったのでしょう。もう言わなあかんで。なるほどの言ったことは大体において正しい。気味が悪いくらいだ。そう、私は数日前、一通の封書を受け取った。生倉弁護士という男からの手紙で、クリスマスイブの夜の12時、湖のボート小屋に来い。大事な話がある。大事な話とは。それは言えない。真犯人を教えるということを言おうとしたんでしょうね、おそらくは。生倉弁護士が弁護をして無罪になったのが、ボート小屋の管理人、つまり依頼、その時の依頼人、容疑者で、無罪になったことを生倉弁護士はもしかしたら後悔していたのか何なのかみたいなことなんですかね。まあこれが生倉弁護士が発したものだとすればですけど、そのことに気づいて、例えば冒頭側の管理人のやつが自分が犯人やと告発されるのを恐れて生倉弁護士を殺したパターンがまあありえるかな。死に中で静かに。どうですかね、この管理人が消えました。管理小屋にも帰っていません。早く後を追うのです。逃がしてはなりません。逃げとる、逃げとる。逃げとるやん。カルマケンジ、逃げた管理人は。すでに手配済みだ。さて、言うまでもなくこの状態で判決を下すことは不可能です。よって審理を、明朝、最終日まで延期します。警察は全力を挙げて管理人の行方を探すように。いいですね。そしてもう一つ。一体あの管理人は誰なのか。彼の身元も非常に重要だと考えます。合わせて調査を命じます。OK。これにて閉廷。OK、OK。まあ逃げた時点でもかなり怪しいですからね。一気に逆転したと言ってもいいっすね。逃げた時点で相当怪しい。なんとか有罪判決をうやむやにできたよ。でもでもカルマケンジもやっぱりさんのデタラメぶりには型なしだね。やっぱりさんのおかげだよ。まあやはり助かったね。助かりました。毎回毎回なんでこうギリギリまで追い詰められるかな。ほんまに、依頼人を助ける前にこっちが参っちゃうよ。三井健二、そろそろ言おうね。なんでそんな苦しそうな顔をしてるんですか。この分なら明日は多分無罪っぽいですよ。たまにはちょっとニコニコしてみましょうよ。ニコニコできない理由があるんやね。君たちにはすまないんだが、どうもそういうわけにはいかないかもしれない。どういうことだ。なるほど、ずっと迷っていることがある。君に話すべきかどうか、もう言うてくれ、言うてくれ。もう三剣、もう時間がない。話してしまって楽になりたい。しかし言ってくれや。やはり今は決心がつかない。法廷で明らかになるってことか。それは何の話だ三剣。 DL65 事件のことか。私の悪夢の話だ。私が犯した罪の記憶。お前の罪？殺人の記憶だ。